大悟さん、いつもありがとうございます。私は現在32歳で映像作家の仕事をしています。初めて、半年です。過去にもその関係の仕事を半年していました。私は30歳になるまで、躁鬱や発達障害を抱えたこともあり、生きづらく、清掃員のアルバイトをしながら風俗の仕事をしていました。最近心許した人にその話をしたら、努力しなかった、アホとなじられ言いふらされています。過去や年齢の実績にとらわれずに前向きに今の仕事で知名度だけで成功したいです。仕事は好きです。恋愛適合でもあるので仕事だけだと思っていますってことなんですが、過去に自分がどういう仕事をしていたかで、ディスる人ってですね、自分に自信がない人なんで、この心許した人にその話をした時に努力しなかったことだって言って周りに言う人ってどういうことかっていうと、実は自分が一番努力しないと分かってるんですよ。この言いふらしている人が自分は努力してないと、でこう思い悩んでる時に、でも自分の人生と向き合うことはしたくないんですよ。そういう人はどうするかっていうと、自分よりもダメな人を見受けたら周りに、あいつ俺ダメだよ、あいつ俺はダメだよって一生懸命言うわけですよ。でそれを言うことによってまやかしの高揚感みたいなのを得るんですよ。でこれ覚えておいてください。そういうことを言うやつは永遠に現実から目を背け続けて、最終的にはですね、苦しみと悲しみの中で死んでいくんですよ。でそういうやつらはもう死んどけばいいんです、そういうのは。で一方でちゃんと映像作家の今仕事をしていて、自分は今やってる仕事がすごい好きで誇りを持ってるんだよっていう風に、その過去の仕事も含めて全部自分の人生をちゃんと人に言える人っていうのが一番強い人で、こういう人がですね、人生をですね、成功に変えていけるタイプの人なんですよ。だから別に恋愛不適合も治りますし、仕事も成功すると思います。そういった苦しいことがあったってことは、それも今の仕事に集中できるし、ありがたみを感じるわけなんですよ。でそういうのを聞いて言いふらすやつって、本当にびっくりするぐらい誰よりも自分がダメだと思ってるし、そんなこと言ってる暇があるんだったら仕事すればいいので、そういうやつは敵にもなりませんので、ほっとけばいいと思うんですよ。成功して言ってないんですよ。あ、残念だねって、なんかね、あね、メンタルが落ち込んでね、風俗の仕事にも手を出して清掃員だった、俺がね、1ヶ月かけて稼ぐお金が君が一生かけてね、頑張って稼ぐかないけど、どう気分はって聞いてないんですよ。どうね、今どんな気持ちって言ったらいいと思うんですよ。僕もいつも言いますもん、僕のことをいじめてくれてた人たちがね、いっぱいいますけれども、今彼らの多分障害収入を僕は多分2週間から3週間ぐらいで稼ぐんですけど、ね、今どんな気持ちっていう風に聞けばいいってことです。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。